今回の動画ではグッサンを交えてトレンドカラー色使い編を紹介していきます。それでは、実際のコーデ例も交えて実践形式で紹介していきます。それではまず一つ目、私が一番注目しているのはベージュですね、はい、で特に今季はベージュに白を合わせたちょっと明るめな、はい、配色のコーディネートが特にいいのかなと思います。ベージュは、昨年からずっとトレンドで継続していると思うんですけれども、まあ、今季もそのまま引き続き注目されていくカラーになるのかなと思います。はい、結構確かによくファッション雑誌とかコーディネートの、まあ、よく載ってるサイトとか見てみると、こういった白パンツだと結構使われてることが昨年から多いので、まあ、今年はよりね、まあ、グッサンが言ったように流行るんじゃないかなと思います。あと、まあ、トレンドの傾向としてこういったきれいめなジャケットとかも流れとしてはあるので、こういった組み合わせもよりトレンド感が増していいのかなと思います。それでは2つ目、その次に注目しているのはブルー系のカラーですね、はい、こちらも昨年からちらほら見かけるなっていうふうには感じていたんですけれども、はい、今季ですね、まあ、特に注目度が上がってくるのかなというふうに感じています。特にこのちょっと水色っぽい色ですね、こういうブルーとかは結構よく見かける色なので注目しています。はい、今スウェット着用してますけども、他にはパーカーとか、まあ、そういったアイテムも展開しますので、まあ、もしよろしければこちらもチェックしてみてください。はい、今ご紹介したこちらのこういったブルーの他にも、はい、まあ、濃いネイビーですね、そうです、こういったカラーも多く見かけましたので、こういうネイビーの色つながりでデニム系のアイテムですね、こういったものも結構注目されていくのかなというふうに思っています。結構こういった青系の色で組み合わせもできるので、まあ、よりね春らしい季節感も出すことができますよね。それでは爪、次はグリーン系のカラーになるんですけれども、はいはい、トレンドカラーとして注目が続いているベージュの影響で、ベージュに合わせやすいグリーン系カラーっていうのも注目度が高まっていくのかなというふうに思っています。まあ、グリーン系カラーっていうことでミリタリー系のアイテムですね、はい、こういったものも今季は結構注目度が高いのかなというふうに思います。先ほどテーラードジャケットのコーデを紹介しましたが、そういったテーラードジャケットにミリタリーパンツとか、そういった組み合わせも結構トレンドとしては傾向がありますので、こちらも注目です。グリーンでも葉っぱがこう生い茂ってるような、ああいう青々としたグリーンっていうよりは、こういった薄めのグリーンとか、はい、あとはすごく濃い暗い色のグリーンですね、うんうん、そういった色が注目されていくのかなと思います。今ご紹介したトレンドカラーを参考にアイテム選びをしてみてください。まあ、今回はですね、色使い編なんですが、後日ディコルのバイヤーを交えてアイテム編ということで紹介しますので、こちらもお楽しみに。で、今回紹介したアイテムとか、まあ、気になった方は概要欄にディコレクションのサイトを貼ってありますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。こんな感じで毎日動画を配信しています。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。グッサンが飛んでくこちらおすすめの動画になりますので、ぜひチェックしてみてください。